やつ入れてた、入れてて、それ入れると頭痛くなって口開かなくなって、もう70いくつ、60何歩の70何歩、もうそれでしょうがないなって思ったけど、やっと少し理解ができるようになってきて、じゃあこれ合わないなら合わないけれども、これを合わせようとした時に、ここははっきり邪魔な部分を削って、ポーセレンならポーセレンにやり直そうか、あるいはこの赤と黒と赤の部分の正中線を合わせようとした時に、ここまですくいんだ、あるいはここの部分を完全に亀裂から外にあふれ出てる、だけど30と、まあ、中級の違いは何かというと、初級というのは基本的には、まあ、簡単ですね、ポーセレンとは何かということを、まあ、学ぶため の、 あの基本的なことですね、調整温度とか、あの蓄積方法とか、それから、まあ、筆の使い方とか、まあ、あの水の温水比とか、まあ、いろんなそういったものの操作を、まあ、学ぶために今やるものですね。そしてあと、中級になると、今度ブリッジ単管ではなくて、まあ、一方欠損とか、まあ、1、2、3番とか、まあ、4、5番とかですね、そういったブリッジの方に入って、そして、上級になると今